ヘンリーウッド、サーヘンリーウッド、サーヘンリーウッド、1869年3月3日から1944年8月19日は、イギリスの指揮者である。今日 BBC プロムスとして知られる、プロムナードコンサートで世紀近くにわたって指揮者を務めたことで、特に有名。イギリスにおけるオーケストラ演奏水準の向上、聴衆の音楽志向の進化、拡大に、 多大な貢献をした。1911年にはナイトに除せられている。ヘンリーウッドは1869年にロンドンに生まれた。父は教会の合唱隊で歌い、かつチェロをたしなみ、母は出身地であるウェールズの歌謡を歌うなど、アマチュアながらも音楽に熱心な両親だった。ウッドはバイオリン、ピアノそしてオルガンを学び、14歳の時には、 オルガンのソロリサイタルを行うまでになった。1886年から3年間は、王立音楽アカデミーで作曲、ピアノ、オルガンをさらに学び、また同アカデミーの巧妙な声楽教師であった、スペイン人、マヌエル・ガルシア、2世のレッスンにおいて、僧を務めたりもした。ウッド自身は作曲家として大成したいと希望しており、アカデミー在学中からいくつかの歌曲あるいは、 気学商品を、後には三本のオペレッタを作曲、出版したが、いずれも成功にはほど遠かった。1889年からはいくつかのオペラ一座で、指揮者を務める。そこで彼は、多くの新作初演、あるいは既存作の英国初演に関与している。例えば、1891年のアーサー・サリバン、アイバンホー初演でウッドは作曲者、サリバンの片腕であったし、 1892年のチャイコフスキーエフゲニー・ヨネーギン・ロンドン公演堂作曲家のオペラのロンドンにおける初演であった。こうした新作楽曲をイギリスの聴衆に紹介するという役割はウッド生涯の役回りとなっていく。1893年ロンドン・ランガムプレイスに会場した音楽ホール・クイーンズ・ホールのマネージャー、ロバート・ニューマンは 廉価なチケット、会場中の飲食を認めるなど気取らない雰囲気の中でより多くの人々に音楽に親しんでもらうプロムナードコンサートを企画した。今日 BBC プロムスとして有名なコンサートの創始である初日は1895年8月10日。そしてニューマンが26歳のヘンリーウッドをこのコンサートシリーズの指揮者に指名したことはウッドの将来を決定づけることになる。 同コンサートでは当初、今日、クラシック音楽と考えられる曲名よりは、クラシック風景音楽とでも言うべきものが多く、プログラムに組まれていた。しかしウッドは、オーケストラ団員を呼び、聴衆双方の反応を図りつつ、次第に、本格的なクラシック音楽の比重を高めていった。翌1896年には、月曜日夜は、ベートベン、 金曜日夜はバーグナーを中心とするプログラムが導入されている。ウッドは英国の聴衆に多くの世界初演曲あるいは英国初演曲を提供した。エルガーなどイギリス人作曲家の数多くの世界初演曲は無論のこと彼がイギリス初演のタクトを振った同時大陸ヨーロッパ人の新作にはドビュッシー、リハルト・ュトラウス、シベリウスの多くの作品、 マーラーの多くの公共曲などがある。もっともすべての作品が演奏者や聴衆によって好意的に迎えられたわけではない。シェーンベルクの5つの還元楽のための商品をオッパス。16の世界初演。1912年のリハーサル時に、ウッドは、楽団員に、今日のところは集中してください。皆さん、どうせこのような曲は、皆さんは、 今後25年間は演奏することはないのですから、述べたという。1913年のスクラアビン公共曲第5番、プロメテ、炎の歌も、同様に、英国の聴衆に物議を醸す結果となった。ウッドは一方で、ロマン派音楽流星以降の19世紀末には、ほとんど忘れ去られた感のあった、バッハやヘンデルの楽曲を、今日の我々から考えると、 かなり大胆に近代的なオーケストラ向きに編曲し、聴衆がそのような曲を再発見する一助となっている。彼はトランファルガー海戦戦勝100周年を記念したイギリスの海の歌によるファンタジアを編曲している。これはルールブリタニアなど英国人なら知らぬもののない戦律を集めた究極の組曲であり、BBC プロムス最終夜の定番曲である。 また1915年には、ムソルグスキー、展覧会の絵のオーケストラ用編曲を行っている。これはラベルによる最も有名な編曲版、初演1922年に先行する試みである。ウッドは、式技法の上では、ドイツで主に活躍した19世紀末 -20、世紀初頭の大指揮者、アルトゥールニキシュを大いに模範としていたらしい。 ウッドの蓄えていた見事なゲまでもが二級のそれの模倣であるとの説すらある。そして彼は英国のオーケストラに多くの改革をもたらした。彼は伝統的にヨーロッパ大陸より半音近く高かった標準ピッチを大陸基準の A イコール4 3 5ルツに調整することを主張している。日曜日を除く毎日。 週6日公演を行うというプロムスでは週3日しかリハーサル時間が組めず、これは多くの新曲を紹介したいというウッドにとっては困難な状況であったが、彼は事前にパートごとに譜面の詳細な研究を行い、さらに楽団員にリハーサル開始、終了時刻を厳守させることでこの局面を切り抜けている。 1904年にはリハーサルやコンサートの日により見入りの多い仕事が入ってきた場合、楽団員はオーケストラに大役演奏者を送ることができるという、それまで英国のオーケストラで横行していた式、監修を撤廃し、彼のタクトの元オーケストラの演奏水準は次第に向上していった。なお1913年には、ウッドは英国のオーケストラに初めて女性を 世紀の楽団員として迎え入れるのにも寄与している。ウッドの尽力は英国国内ばかりでなく他国にも認められる存在であった。1902年のベルリン、アルゲマイネミュージック・ツァイトンク・ガミはエルガーとウッドの二人を特に国音楽界における革新者として紹介しているし、1904年に彼がニューヨークフィルに客演した際は現地市でその有婚、 鋭利かつ活発なタクト裁きが絶賛されている。彼はまた1911年にはニューヨークフィルの、そして1917年にはボストン交響楽団の常任指揮者に就任を要請されている。いずれの機会もウッドは断っている。このように英国第一の指揮者の票を欲しいままにしていたウッドであったが、1925年頃からはその地位に陰りが見えてくるようになる。 彼の強情さ、厳格さといった性格は部下の楽団員に嫌われたし、十歳年下のトーマス・ビーチャム、あるいはさらに若い世代に属するエイドリアン・ボールと、マルコム・ザージェントやジョン・バルビローリなどの対等は、著しかった。かつて、イギリス人音楽愛好家に親しまれたウッド編曲のバッハやヘンデルの楽曲も、皮肉なことに、聴衆の耳が肥えてくるに従って、 その編曲の19世紀的味付けが時代遅れに響くようになってきた。数度の離婚や経済的失敗など、プライベート面に起因する一種の鬱状態もは、彼の活動は停滞した。それでも、その創始から共に歩んできた、プロムス、1927年に BBC に運営が引き継がれ、BBC プロムスと呼称されていたでは、ウッドは中心的存在であり続けた。 BBC は、マーラー、1000人の公共局英国初演、1930年、など重要なイベントではほとんど必ずと言っていいほど、ウッドにタクトを任せている。第二次世界大戦の勃発に伴い、BBC は1940年及び41年の、プロムスの運営から手を引いたが、ウッドは民間のスポンサーシップを受け、プロムスを継続。 1941年5月10日のドイツによる空襲でクイーンズホールが破壊された後はロイヤル・アルバートホールに会場を移して続行した。結局 BBC も1942年からはプロムスの運営を再開、今日に至っている。この1942年にあっては、ウッドは弱い70を過ぎた身で10日完成下の英国を頻繁に移動、ロンドン。 BBC 公共楽団及び、ロンドン公共楽団、マンチェスター、ハレ還元楽団など、各都市へ客演を行うなど各尺としたものであった。しかし、翌1943年には、全般的な体力の衰えからプロムス全プログラムを、欠場、翌44年、ウッドの75歳を祝う盛大なコンサートが、エリザベス王妃の席を仰いで挙行され、彼も、 数曲のタクトを振るなどもあったが、同年夏のプロムスが、ドイツ V1 飛行爆弾のロンドン攻撃などのため、短縮され、代わりに、ベッドフォードの疎開所スタジオ化を行われた、中継放送で数回の演奏を指揮した後、同年8月19日に、ハートフォードシャー州、キッチンでその生涯を閉じた。最後の指揮は7月28日の、ベートーベン公共曲第7番であった。 指揮者としてのヘンリーウッドは、同世代の巨匠たち、例えば、ワインガルトナー、1863年生、トスカニーに、1867年生、メンゲルベルク、1871年生などと、同列に語るにはささか、小物であるかもしれない。しかし、オーケストラ組織運営における能力の高さ、数多くの世界初演、英国初演、一節には、 英国初演を行ったのは、全357作曲家の717曲に及ぶ問いを行い聴衆の新しい音楽への思考を寛容したことなどから、20世紀前半を代表する指揮者の一人になり得たのである。BBC プロムスでは、サー・ヘンリー・ウッドは現在でも別格的存在として扱われ、開催期間中、会場ロイヤル、アルバートホール舞台中央には、 彼の胸像が飾られるのが慣例である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。